こんにちは今日はちょっと効率化の歴史っていうことで私がこれまでいろいろ試してきたり身につけてきたもので何がこのエポックメイキングとか、まあ、効果があったかってことですよねそれをちょっと考えながら話してみようかなと思いますなんで,でこういうことするかっていうと、まあ、最近チャット GPT って騒がれてるじゃないですかで私もたしすごいと思うんですよ すごいし面白いと思うんだけどもじゃあめちゃくちゃ効率的かっていうとそうでもなくてこれ人にもよよるかなと思うんですよね。やらされ仕事をやってる方はチャット GPT でチャチャチャっと例えば論文書くとか報告書書くとかですね議事録をまとめるとかなんか打ち合わせを要約するとかですね、まあ、そういうのだったらチャット GPT いいかなとか思うんですけども、まあ、そうじゃない。 で自分で仕事をしている自分,、まあ、自分で仕事してるし自分で商売してるんであればまあまあいらないかなとは思ってるんですよねだから今日お伝えするのはチャット GPT じゃないかなとじゃあ何がこうすごかったのかっていうのでちょっと画面切り替えてみてこういうのでやってみようかなと思いますで私がその生まれてからって 残念ながら生まれてからって感じじゃなくて全然真っ直ぐじゃないんですけど、まあ、こんなもんですよね初めて働き出したのって1997年なんですよ1997年で24歳、ね、で今、まあ、今年51歳になる年なんで202350、まあ、になる時重かったんですけど51とかも別に5差ですね次55の時に重いんだろうな でここでちょっと考えた時に1997年に初めてパソコンらしきものを触ったんですよ、ね、その2年前2年前3年前ぐらいにちょっとパソコンといいますかオフコンといいますかロータスっていうエクセルのようなソフトを使ったりっていうことはしてたんですけどワープロは自分で持って,てい,たいたんですけどパソコンっていうのをまともに触ったのってこの1997年。 そこからその効率化スキル、まあ、IT スキルですね。IT スキルに限ってちょっとお話していくと、ここで結構エクセルはやったんですよね。やらざるを得なくて、エクセルで毎月やるっていう、集計するっていう仕事があったんで、これは結構衝撃的でしたよね。それが衝撃的なのが分かるまでにちょっと時間かかったんですけど、ワープロとの違いが何だっていうのもありましたし、なんでこの枠があるんだとか。 別にこれだったらワープロでもいいじゃんとーワードでもいいじゃんと思っていたんですけどエクセルならではの使い方、まあ、計算するとか都道府県ごとのデータをまとめる仕事なんかをやってたんで統計局というところでその人口とかですね労働者の数ですとか必要率とかっていうのをずらっと必要率はないか、まあ、<laughs> こういう仕事をしている人が、まあ、製造業の方が何人いるとかそれが男女別とかっていうのがあってそれを集計したりっていう。 に分析したりとかです、ね、それが正しいかどうかっていうのを検証したりみたいなそういう仕事をしてたんですけどでその時にじゃあ例えばこの都道府県別のデータがずらっとあってで全体の数があると合計があるとで合計のうちの何パーセントかっていうのを出す時にいちいち全部47個敷き入れてたら大変ですよね。 で大変ななななんんで、かないかいと思って、まあ、当時そのネットも、ネットがつながったのが1997年の7月とかなんですよ私4月に入って7月とかに自分のところでもネットがつながるようになってそれまではその部屋の中で端末が1個だけネットに繋がるのがあって、まあ、そこに行かないといけなかったみたいな時代だったんですけどでネットが繋がらないんで勉強することもできず検索今みたいに検索するみたいなこともできなかったんで。で いろいろ聞いて回ったら、まあそんなの打つしかないよねみたいな。で、47個1回打てば次の月も使えるよねみたいな。ただ、その1回47個打つっていうのが私は嫌いやだったんで、いろいろ調べたり、ヘルプ見たりしていくと、もう絶対参照っていうのがあるっていうのが分かって、1回式を入れると、もうそれで出てくるというか、それで計算ができるっていうのが分かったわけですよね。まあだからこれはすごいなと。 これを使えばなんか、はい、変えるんじゃないかと、残業しないでいいんじゃないかとか思ってやったんで、エクセルは今も使ってるんで、もうこれは本当に効率化の効果はありますよね、エクセルを使うっていうことで。手計算するより全然早いわけなんで、でそのエクセルと、エクセルを調べてるうちに、そのフィルターとか、ピボットテーブルとかを覚えつつ、で、マクロっていう、まあ、VBA というものに出会ったんですよね。 ただ当時はそんなにゼロから書くっていうわけじゃなくてこの操作を覚えさせるっていうのがあるんですけどマクロの中にもマクロの記録っていうのがあるんですけどそれを2004年ぐらいまで使ってたんですよね、まあ、多少書いたりはしてましたけどまあなんかその,そのこの3年7年ぐらいはちょっと遠回りをしてた。 でもそれでも十分効率化できたんで毎月やるような仕事っていうのはそれで効率化できたんでやっぱこれも大きかったですよね。でそのプログラミングっていう意味で言うとこの s ス s っていうんですけど統計のプログラミングがあってでそれを使わざるを得なかったんですよ。それを使う仕事でいきなりじゃあこれをあの毎月動かしてそのプロ,グラムをプログラムを動かしてでデータを出してであの <laughs>。 それでで資料を作るよううにっっていう引き継ぎがあったんですな、ね、んじゃこりゃと思ったんですけどなんか面白そうだっていうので、まあ、それがまあ不,不幸中不幸でもないですけど不幸中の幸いだったなとプログラミングに出会えたっていうのが、まあ、ただこの SAS っていうのはちょっと特殊なプログラムなんで今は使ってないですしもうここ辞めた後は使ってないわけなんですけどただプログラミングの基礎を学べたっていうので大きいなとでプログラミングやっぱりあの強力ですよね私の人生の中で。 ずっとマクロっていうのは使ってるわけなんですけど、今も使ってるわけなんですけども、まあ、これは覚えておいて身につけておいて損はないかなというので、もうこれを進める、記事を書いたりとか、本を出したりとか、あとはセミナーをやったりとか、コンサルティングしたりっていうのはやってるわけです。だから、この何年、26年、27年前、26年、26年ですね、26年前の 技術がそのまままだ使えるでこの前にもエクセルとかマクロとかあったわけですよね。この当時エクセル二2 0 0 0とかだったと思うんですけど、2000, 2000とかだったら、Excel97 とかですかね。97とか、えー、その前が95とかだったと思うんですけど、まあ、その前からエクセルとかあったわけなんで、じゃあ別に新しいこの後の歴史がないとしても効率化できるじゃないかって話にはなりますよね。 もちろん、ハードウェアは進化してはいるんですけど、ソフトに限って言うと、これだけで良かったかなって、これだけでいいんじゃないかなみたいなとこはあります。もちろん、パワポ使ったりとか、ワード使ったりとか、他のソフトっていうのはあったりはするんですけどもで、私はその税理士の仕事を始めたのが2000年なんですよね。2000年でその会計ソフトですとか、税金のソフトなんかを使うようになったんですけど、その時パッと気づいたのは、あれ、これ、Excel 使えるじゃんっていうのがあった だからやっぱりあの会計ソフト税務ソフトを別に活用せずにそれは私にとっては別にエポックメイキングではなかったんですよ衝撃的ではなくてこれがあれば効率化ってまあ確かに電卓を叩いて手書きするよりは効率化ですけどもまあそこまでかなみたいなところはあるんですよでもエクセルだったらいかようにもその工夫ができるんで,で私がそのエクセルをずっと使っていて代わり映えしないとは言ってまいますけども まあでもまあやっぱり自分なりにはいろいろ工夫してそのファイルの作り方がうまくなったりとかマクロで無理やりやってたのをエクセルの関数でやるとかっていうのはやってはいたんでもうこの時点で。 ピボ,ピボットは覚えてたんですよねピボットとか、まあ、関数はまあそれなりにやってて新しい関数ってその後今までに出てるんですけど、まあ、そんなにこれはすげえやっていうのが最近で言うと XLOOKUP 関数っていうのが出たんです出て、ね、比較的新しい関数ではあるんですけど、まあ、これは便利だなと思うんですけどその前に VLOOKUP 関数っていうのがあったんで,で私は VLOOKUP 関数を覚えたのはちょっと ちょっと後だっとだたりするんですよねでもこれを覚えてまた劇的にパワーアップしたっていうところはあるんでまあちょっとレツあの <laughs> ラインとしてはちょっと上ですけど1997年のところでいうとピボットですとかフィルターですとかまあサム,サムがテクニックかどうかは別としてサムとかもそうですしフィルターとかはまあやってたわけですよね。だからこの辺りはやっぱり 今でも使えるものではないかな。今でも使えるものではあります。Vlookup と e x t アップ。でグラフもここで結構使ってたんですよ。グラフを使って、グラフを使わないと、その s a s っていうプログラミングでグラフを作ったものをドットプリンターでなんかガチャ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 ってなんかまともにやると3時間くらいかかるんですよ。毎月3時間くらいかかるような仕事があって、これやってられんと。で当時のプリンターだったら、Excel で作れば 多少は早いプリンターで出せるんで、普通のプリンターで出せるんで、エクセルで,でその同じようにグラフ作ってでもうその7、その年の6月とか7月には、そっちのエクセルバージョンで作って、まあ、早く終わるようにはしてたんですけど、まあ、やっぱりグラフっていうのは大事で、まあ、統計のところでいたっていうのもあるんですけど、まあ、棒グラフなり、折れ線なり、円グラフなりっていうのを作っていたっていうのはあります。 26年使っているんで、まあ、ぜひこの辺りもおすすめで、あとのテクニック的なことで言うと、タイピングですよね。タイピングを結構、まあ、なぜこれをやろうと思ったのか、まあ、せっかちなんで、もどかしいっていうのがあったんです。早く打てないともどかしいし、でその前にワープロでやってるときに、早く打つためにはっていうのは結構研究してたんですよ。でカナ入力でやってたんですけど、かな入力だと、 このプログラミングって英語なんでアルファベットなんで必ず入力だとはプログラミングできないんですよ。だからしょうがないからもう入った時にアルファベットで打ったということです。で、打つようにしたと。で、ちょっと楽しかったんですけど、な、ま、ん、あ、とか早く打てるようにはしてで、早く帰れるようにはなったっていうのがあるんで、やっぱタイピングはこれ今もお伝えしてますけども、26年経った今でもやっぱり大事かなと思います。 効率化ってなんかこの辺の,この大基本的なことがやっぱり大事なんじゃないかなと思うところです。で、この後でこのめちゃくちゃ楽になったっていうので、まあ、独立したのが2007年なんですよ。で、2007年当時に、まあ、スキャナーみたいなのってその後に出ては来てますけど、まあ別にって感じですよね。スキャンして、で、写真を撮るみたいなのが、 あってまあ、それ人を取るものではあったわけなんですけどそれが出始めになったのって2002 3年ととかだと思うんですよね0 0 2年か2002年に私が税理試験で受験生だったんですけどその時に携帯買ってガラケー買って J−PON ってところの社メールっていうのをなんかいち早く手に入れたんですよねいち早く手に入れたんですけど写真撮っても誰にも送れなくて。 まあなんか <laughs> 宝の持ち腐れだったんですけどもなんかこの辺りだったと思うんですよでもその辺り技術的にこれチャット GPT と一緒で技術的にすごいんだけどま,あまだその仕事に使えるかってまあ今や写真でメモしたりってやはり文字を読み取ったりっていうのはできてはいますけどもまあそんなにまあすごいはすごいけど仕事にっていう感じではないんですよね今も今もそうですけども独立してからで考えると2008年とかにスマホが出たわけですよね でスマホで仕事が劇的に楽になったかというとまあ何とも言えないかなともうこの歴史効率化の歴史の中で大々的に取り上げるものでもないかなという感じはします私はでパソコンを持ち歩くっていうのもこの2008年ぐらいにやってたんですよその当時 e モバイルっていうのがあってまあ今は考えられないですけどパソコンになんかこういうでかい端末を挿したり USB を挿したりしてまあ今もたまに見かけますけど まだあるんだと思ったりしますけど、y ッ a x は、でもあれもルーターですよね、今。そうやって指すものってないかなと思うんですけど、まあ、それで外でも通信できるようになったとか、まあ、ネットが、まあ、ネットが使い放題になったっていうのは、まあ、結構、あれですよねあの、効率化に寄与してるかなって気はしますよね。 ネットが使える。それがいつ頃だったかっていうとで、2007年ぐらいでも、まあ、このあたりの固定回線だったらもう、ネット使い放題だったと思うんで、まあ、でも働いてて、ネットを制限されたって覚えはないんで、このあたりから結構、ネット、ネットの照れ放題みたいなのはあったってことですよね、2001年、2002年。ネット、ネット使うのをやめろみたいなことって言われた覚えがないんで、勤めてるときに。 まあもちろん、自宅の、自宅がねその使い放題になるっていうのは、ちょっと後のような気がするんですけど、この、妹とかが来た時にですね、ネットでこうやって見せるんで、こういうのはインターネットだって言うんですけど、私が操作してたんですよ。妹たちが操作すると、時間かかるんで,で、何分いくらってかかってたんで、それ考えると、ネット使い放題になったっていうのは、大きいかなって気はしますよね、この辺で。まあ、動画とか見れるようになるのっていうのは、まただいぶ後で。 だから、エクセル、マクロ、タイピング、あとネットを使う。で外でネットってことになると、この辺かなと思うんですよ。スマホとともに外でネットってことで言うと。で、まあ、最近で言うと、これは良かったなって、これは昔からあった技術ではあるんですけど、2018年か。2018年ぐらいに、もう、 RPA っていうのが出て出きたとこれ私今も使ってますしこれブー,ムに終わらすブームで終わらせるにはもったいないかなとか思ったりしますよねこの辺りであとはブラウザとかそういうところもありますけどここもここもい最近で言うとこれは、まあ、今ブームとして廃れてますけども、まあ、結局なんか簡単にできるっつってもプログラミングの知識いりますからねなんかそれで大金を払って導入したけども今 使ってないというケースであるかなと思うんですけど、まあ、今無料のものももちろん、私、無料のものを使ってますけども、無料のものでもできますし、まあ、今でも役に立つものではあります。当時はですね、あの今、今結局、マイクロソフトが買い取った形になって、買収した形になってるんですけども、もう10万円で買ったんです。RPA に10万円払ってで、それしかなかったんですよ、誰よりも早く使うにはで。それがもっとお金を使うか、払うかっていうのがあったんで。 そこの、そこの2018年に結構先に RPA 使ったっていうのは大きかったなと思う。それだけ魅力的ではありました。で、このこ辺に比べると、チャここの ChatGPT って、なんか、今一つかなって気はするんですよね。別に、まあ便利は便利だけど、めちゃくちゃ効率化ってことではないなっていうのはあるんで、 これぐらいですかね、まあ。iPad とかが出てきてっていうのはやっぱりありますけども、iPad が出て。まあ、Zoom、Zoom、Skype なんかも。Zoom は2016年ぐらいに出てきて、私はこの辺りで Web セミナーやってるんですよ。Web セミナーやってて、オンラインセミナーやってて。で、またまあコロナの時に再ブームみたいな感じでしたけど、まあ、Zoom のこの安定性といいますか、Skype っていうのはありましたけども、 まあここまで安定してっていうのはなかったかなと思うんで Zoom だったりっていうの Zoom もまあ効率化に寄与しているかなーって気はしますよねその他なんかスキルとか IT スキル画面が大きくなったのはデュアルディスプレイとかっていうのも昔からできてたしなとか思ったりしますし Windows がどんどん変わってきてめちゃくちゃ便利になったかっていうとそうでもない で私の中では2010年に Mac を買ったっていうのは結構大きいですね。このなんか今まで仕事をする道具、まあも Mac も仕事するんですけど、仕事をする道具に過ぎなかった Mac が、あパソコンがなんか楽しいものになったという、それはもう衝撃的ではありましたよね。まあこの時からずっと使ってるわけなんですけど、うん、まあその前はなんか Mac って <laughs> 変わった人が買うみたいな感じはありましたよね。デザイナーが買うとか、変わった人ってはいけないんですけど、そんなに買う人がいないみたいな、まあ、遊ぶために買うと、これを買ったってなんもできないしみたいな、仕事できないし、それに20万、30万使うなんてみたいな時代もあったかなとか思うんですよ。まあ、でも、それが実用的になったっていうのは、私の中では結構大きいですかね。Mac iPad、ももそうですけども 今ちょっとツール系でちょっとタイピングに絡んでタイピングプログラミングに絡んでつこのスキル系の話をするとショートカットキーって、まあ、私は結構効率化に影響あるなと思うんですけども、まあ、実はショートカットキーを使えたって結構遅いんですよね。 2003年ぐらい。別にこれ隠してるわけでもないですしまあ今は使ってる2003年4年ぐらいなんですよねショートカット聞いてまあでも結構劇的に劇的なものではあるかなと思うんでまあただその劇的なものがなくても最初のこの36年ぐらいはまあ,あの人よりは仕事が早かったかなと思うんで <laughs>。 効率化できてたかなと思うんで重要なパーツではあるとはいえ必須のものではないのかなとちょっと考えることがありますね、まあ、ショートガントって、まあ、別にマウスで素マウス素早く動かせばいいじゃんみたいな考えもあったんで,で当時の,その公務員の時の上司にいつも、ね「神の手」って言われてたんですけどなんかよく分からないですけど素早くマウスを動かすんで、まあ、それ若かったからできたのか分かんないですけどもあとはあのゲ,ームゲームセンター嵐とかですね 古いんですけどその高速で手を動かしてみたいなそんなイメージもありましたしなんか早く手を動かすみたいな,なんか他のキャラ、まあ、ドラゴンボールなんかもそうですけどそういうイメージもあって動かしてたわけなんですけど、まあ、マウスが早く動かせればショートカットキーいらないのかってことになりますよね今ただやっぱりぶっどう考えてもコンマ1秒なりコンマ01秒なんかは差はあるはずなんでここでパッと押すのとここで押すのとですねあとは私に結構よ,よくあるんですけどもなんか 自分が好きじゃない人が使ってるとやらないっていうなんか変な癖があってですね。なんか当時その税理士事務所の時の上司と、上司といいますか、入れ替わりになった人が、あなんかショートカット機使ってたんですよ。で、引き継ぎの時にショートカット機をなんか無理に使って、こうすると便利だよみたいなことを、なんかこう、しかも近寄ってくるみたいな感じだったんですよね。<laughs> お,じおじさんでしたけど、なんかそれが嫌で、うわ、ショートカット機なんか、なんかあいつが使ってるショートカット機なんか嫌だなみたいなのがあって。 それでちょっと遅れたっていうしょうもない理由もあります理由を言うと、まあ、ただその2002年2001年2001年まであんまり使ってなかったっていうのがあるんで、まあ、実際あんまりそこは重要視してなかったんだろうなとか思います、まあ、ただやっぱ便利だと思います便利ですし確実に早いと思うんですけども、まあ、それよりもプログラミングタイピングの方が大事なのかタイピングって常に使えますからね文章を打つときに、えー タイピングを早くし、タイピングはそのだ変,える変,える変わるものがないんで、ショートカット機はマウス、高速で動かせばいいんですけど、あとは今だったら、現代だったらこういうトラックボールマウスとかを使えば、ショートカット機あ、パッドですよね、パッド、パッドも、まあ、パッドもそれはそれでスキルではあるんですけど、パッドをうまく使えばショートカット機で使わなくても、そんなに影響はないとも考えられますよね。ただ今この 丸をつけたところっていうのは結構大事だ、まあ、スマホスマホは別にって感じですかねスマホより外でネットができるようになったっていうのが大きいかなってとこありますよねその時は結構使い放題まあ今も使い放題じゃないですけども使い放題じゃなかったんですけどまあこんなところですかねパソコンが軽くなったとかっていうのはありますけどまあ持てないサイズじゃなかったんでこの当時とかで Mac とかって2 8キロとかあった 私がこの辺りで働いてた時に自腹で買ったパソコンって 3.8kg とかあったんでそれがこの辺で 2kg とか 1.5kg ぐらいになってきた15インチのパソコンだと思そうので、まあ、その辺りも進化したっていえば進化はしてますけども、まあ、そんなところですかねこの,この歴史の中で見るとやっぱ大事なのはタイピングエクセル仕事内容によると思うんですけどあとプログラミングですよね。 プログラミングはやっぱり、どうあがこうと人より早いですからね、あのスピードには勝てないですよね。神の手でも勝てないですよね。あのスピード、あのスピードといいますか、もうボタンを押すだけでも全部できちゃうわけなんで、まあ、30行だったら勝てるかもしれないですけど、1万行とかのデータをこのコピーするとかって、まあ、なかなかむず人は勝てないですよね。人が勝てないレベルっていうところを IT で補うっていう。 じゃチャット GPT どうかっていうと、まあ、ある意味チャット GPT ってタイピングしなくていいじゃないですかだからタイピングが遅くても、まあ、大量の文章を書けるっていうのはメリットかなって考えるときがあるんですよじゃあそれを考えたときに、まあ、私多少は早くタイピングできるんでチャット GPT の方が遅いんですよね出てくるのが、まあ、考えて、まあ、GPT4 とかだと余計そうなんで 遅いなと自分で打った方が早いわみたいなそんな感じにはなるんでなんかその辺りの相関関係もあるかもしれませんけどまあ分かんないです、様子は見つつなんですけどただ、ですねこういうあの劇的な技術って RPA とか Zoom とかタイピングとかもそうだしネットなんかもそうなんですけど Excel なんかもそうなんですけど最初に触ったときに結構電撃が走るんですよね。こういうういもものって Mac もそうですし でチャット GPT でその旅館はなかったんです。なかったんで、まあ分からないです、私の感性が衰えたかもしれないですけど、今後すげえ使えますチャット GPT っつって、これは <laughs> YouTube で喋るかもしれないんですけども、まあ、これはまた進化するっていうのはありうると思うんですが、まあ今のところは劇的なものでもないかなと思います。VLOOKUP 関数もそうですし、グラフなんかもそうだし、最初にやった時にすごい衝撃っていうのがありまして、ね。 あ、私の中で、<laughs> ちょっと多くてきた。2011年かな ?2011 年に、まあ、ワードプレスというのが、今ブログをやっている。ワードプレスというのもやっぱり劇的なものではありましたね。まあ、私の中ではですね、あ,あ、これ、こういう感じでブログ作れるんだっていうのですごくドキドキしましたけども、それまでアメブロっていうところでやってたんで、まあ、それを自分でやってっていうので、自分で作ってっていうので、で、そのブログを そこでまたた毎日書き始めてみたいなのを、まあ、その前から書いてたんですけども、まあ、そこの切り替えをして3か月テストしましたけどね2008年あ2011年の8月から11月まで3か月並行してテストして2011年の11月8日にやっと移したっていうのがありました、まあ、それは結構大きいですね、まあ、この中なんか漏れてるかもしれないですけど今思いつくところで言うと、まあ、この辺りが劇的な進化であり、まあ、劇的な進化のものをぜひ 集中的にやってみていただくと効率化の頻度になるんではないかなということではあります。はい、じゃあ今日はこんなところで終わらせていただきます。ありがとうございました。